ヘイラ・ラングダスだっけ、この少女がダンジョンの管理人。管理人ということはこのダンジョンのボスということなのか。そうですね。ここは現在10階ほど階層がありますが、最後のフロアで然るべき場所に来た方とは私が相対することになります。じゃあ私と立ち会ってもらえるか。おお、実技試験は不要ですけど。私の都合だ。私が勝てば帰らせてもらう。負けたらここで働こう。それでいいか。おお、それは構いませんが、手加減できるかは分かりませんよ。構わない。おお、手加減か。父はダンジョンに消えた。父より弱い私が地下9階にいるのだから、父は地下10階に到達していたのだと思う。その先にいるのがこの少女なら、父はこの子に負けたということになる。聞けば教えてくれるかもしれないけれど、そうですよと言われたところで私はきっと納得しない。わかりました。では手を。ようこそ地下10階最深部最後の前。壁がないんだが。ここは閉ざされた領域ですので、特定の手順を踏まないと入れないんですよ。本来は一応普段は2名ほど悪魔系の方にお供をお願いしてるんですけど、今日はなしで構いませんよね。ハンデか。いいえ、足かせがないということです。ああ、構わない。父がダンジョンで死ぬのは仕方がない。挑戦し続けてどこかで終わるのは当然のことだ。父はそれを良しとする人だった。だから私は知りたいだけだ。ではいいのか。はい、いつでも。父がどこまで行けたのか、父に追いつけるのか。この少女、父、投げた。倒すに値するか。杖で受け切れるのか。一旦距離を、いや近接もできるだけだ。離れたら魔法の間合いだ。もっとまずい。このまま打ち勝つ。本気で降り注ぐ炎天の雲。映像まずい。光の瞬き、千の雷槌の潰せ。ここに。これは父でも無理だろうな。